ミャンマー空軍 Y-8 墜落事故とは、2017年6月7日に、ミエ区クからヤンゴンへ向かっていたミャンマー空軍の Y-8 が墜落し、122人全員が死亡した、航空事故。この事故は、ミャンマー史上最悪の航空事故である。当該機は、ミャンマー空軍の Y-8F-200 で、シリアルナンバーは5820であった。 2016年3月に引き渡され、事故当時、飛行時間は800時間以上であった。機長は、中佐一人、副操縦士は、中佐と少佐の2人であった。また、乗員は14人であった。軍人やその家族ら108人が登場しており、うち15人は子供であった。6人は、将校、29人は、その他の軍人であった。 ミエ区ク更新が途絶えた地点ヤンゴンミエ区ク空港とヤンゴン国際空港の位置及び更新が途絶えた地点現地時間13時6分事故機はミエ区クを出発しヤンゴンへ向かったしかし13時35分にダウェーの西20海里の地点で更新が途絶えた当時18000フィートを飛行中であったその後アンダマン海で 捜索救難活動が開始された。ある匿名のスポークスマンは天候は失踪の要因ではないと思われると述べた。事故機からの遭難信号は受信されなかった。ミャンマー海軍の艦船9機とヘリコプターを含む軍用機3機が捜索に参加した。6月7日、ミャンマー海軍の艦船がダウェー沖118海里の地点で残骸を発見したと発表された。 6月8日には29体の遺体が発見されたと発表された。残骸は広範囲にわたって散乱しており、空中分解した可能性を示していた。嵐で捜索が難航し、6月9日には生存者発見の可能性は低いと報じられた。その後、生存者はいなかったと報告された。遺体や残骸がアンダマン海に散乱しているのが見つかり、一部は 海岸に漂着していた。この事故は、ミャンマー史上最悪の航空事故であり、1987年のフォッカー F27 から500の墜落事故以来の規模となった。6月15日、捜索に参加していた漁船が、マインクアーワン沖で事故機の尾翼を発見した。6月18日、コックピットボイスレコーダーとフライトデータレコーダーが回収された。 調査団は暑い嵐の雲に突入後に操縦士が操縦不能になったと報告した。国営メディアは翼に着氷した状態で突然横風が吹いたため失速したと述べた。ミャンマーはモンスーンの季節であったが当時は悪天候だったという報告はなかった。調査団はブラックボックスのデータを調査した結果破壊行為や爆発。 エンジン故障は原因ではないと判断した。通常、気象レーダーによって、このような雲を避けることができるので、なぜ操縦士が嵐に突入したのかはっきりしていない。ありがとうございます。